本日をもって婚約を破棄。今までありがとう。さようなら。待て待て待て。あ、締めっぽい言葉よしてね。サクッと別れましょう。いや、全く理解不能なんだけど。どこが？別れようって言ってるだけじゃん。結納まで済ませてるのに、そんな軽いノリで済むわけあるか。でも席入れたわけじゃないし。俺なんか、友達にも婚約者として紹介してんのに。それはあんたの高校の同窓会と、私が女子会してる場所が偶然同じだったからじゃん。確かにたまたまだったけど。それにむしろそれが理由的な。は？あんたも顔は悪くないけど、親友の方がイケメンじゃん。旬のことか。そう、彼こそ私が求めてた遺伝子なのよ。どういうことだ。単刀直入に言うと、男は顔。つまり俺と付き合ってたのもそれだけが理由と。今まで上位ランクの男に出会うたびに前の男を捨ててきたの。俺が人生で2番目の彼氏とか言ってなかったか。あれは嘘。これまで10人以上はアップデートしてきたよ。なんだよその言い方。でもあんた以降は好みの顔と出会わなくてさ。それでしゃあなしに俺と結婚することにしたってことか。その通り。でもあの日、シュン君と運命の出会いをしちゃったってわけ。シュンが俺を裏切るとは思えない。彼言ってたわよ。多少の罪悪感はあるけど、男の欲には勝てないって。そう言われると、あいつかなり女癖悪いからな。それを警戒して今まで私にも紹介しなかったの。シュンは海外に行くことが多くて都合がつかなかっただけ。やっと紹介できたと思ったら奪われちゃうなんて、どんまい。でも偶然会った日って半年前だったよな。なんで今さら。実はあの時からずっと付き合ってた。嘘だろ。トイレでこっそり LINE 交換して色仕掛けで即落ちでした。それならなんでその時に別れを切り出さなかったんだ。だって調査段階だったし。は？何の。ある程度の期間付き合って、いつ何時もイケメンが崩れないか確認しないといけなかったから。つまりシュンはその謎審査を突破したと。彼なら間違いなく芸能人になれるくらい綺麗な顔の質を残せるし。目的は子供ってことか。ええ、そう。だから彼の子を妊娠したわ。美形の子じゃなきゃいらないし。もう実行済み。昨日病院に行って確定したから、あんたに別れを切り出したの。マジか。そういうことだから引き止めても無駄よ。お前の決意はよくわかった。でも別れるならいろいろと話し合わないといけないだろ。ああ、そういうのパス。だるい。そうはいくか。今夜課金になるんだから、結納金の返金とか。え、一度人にあげたもん返せとか言っちゃうの。結婚しないなら渡す意味がない。結婚祝いってことでもらってあげる。ふざけんな。お前のご両親に説明して返してもらうぞ。そうなる前にお金持って彼と遠くにとんずらします。じゃあね。待て。おい、既読無視かよ。俺は凌介、29歳です。婚約者のまなみは28歳で、会社の同僚に紹介され付き合って2年、3ヶ月前に婚約したのですが、たった今一方的に婚約破棄されました。その理由が浮気な上に、相手は俺の高校生来の親友の俊子と俊太。 LINE ではついまなみのペースに乗せられてしまいましたが、やっぱり親友が俺を裏切るとは思えない。そう思った俺はすぐに俊太に連絡してみることにしました。すると衝撃の事実が発覚することになるのです。お前、マナミと浮気してるって本当か？誰それ。ああ、思い出した。お前の彼女か。覚えてなかったのか。毎日デートしまくっていろんな女の子の名前聞いてるからすっかり忘れてた。すまん。いや別にいいけど。だったらおかしい。何が？てか要件なんだっけ。マナミがお前と浮気してるって。ありえん。即答か。俺は父親の浮気で椅子やらテレビが飛び交う修羅場を目の前で見てっから、彼氏がいる女とは遊ばねえ。そういえばお前の両親離婚してたっけ。ましてや高校時代からの親友の彼女とか。論外。でもマナミが半年前からお前と付き合ってて子供もできたって言ってんだぞ。俺お前と会った1週間後には海外出張してたんだけど。マジで。勤務表送ろうか。いや、そこまで言うなら信じるよ。疑ってごめん。まあ俺が遊び人なのは事実だし、疑われてもしゃあないわ。許す。でもそれならどうしてマナミはあんなことを。とても嘘言ってるようには思えなかったんだけど。彼女確かに俺と付き合ってるって言ったのか。
イケメン親友と付き合ってるって言うから瞬間聞いたらそうだって。それすげえ勘違いしてね。え？あん時のことよく思い出してみろよ。同窓会でマナミと偶然出会って、その時は話が盛り上がってて軽く挨拶しただけだったよな。誰の話で盛り上がってた？あ、どうやら分かったみたいだな。いろいろガテンがいったとなったらやることは一つ、俺も協力するから浮気女をコテンパンにしてやれ。もちろんそのつもりだ。全部終わったらパーってやろうぜ。疑った罰としてお前のおごりな。結納金の100万取り返して思いっきり遊ぶぞ。弁護士からの内容証明は届いたか？見たわ。なんで居場所が分かったの？探偵雇って探してもらった。ここまでするとか未練たらたらすぎ。お前こそ遠くに逃げるって言ったくせに男の実家にいるとか拍子抜けすぎるわ。逃亡先は沖縄と北海道、どっちにするか決めかねてたな。しょうもな。まあおかげで速攻で手を打てたからいいけど。親友と元からの声を応援しようとは思わないわけ？親友じゃねえし。は？お前が付き合ってる男、俺の親友のシュンとは別人。見苦しい現実逃避はやめなよ。本当だよ、俺の親友のシュンとはお前と浮気してない。あんたの親友の名前はシュンジでしょ？そいつは同窓会に参加してた別のクラスメート。はい。俺がシュンタのことをシュンって呼んだせいで勘違いしてたんだ。嘘でしょ？お前と会った時俺の隣にいたのがシュンタなんだけど覚えてないか？覚えてるわよ。その人も鬼イケメンでシュン君とどっちにアプローチしようか迷ったし、その結果親友じゃない方を選んだようだな。マジか。彼があんたと仲良さげに話してたからてっきりそうだと思い込んでた。確かにあの時はたまたま瞬時の話題で盛り上がって話しまくってたな。まあ別にいいわよ。私のしゅんくんがイケメンなのには変わりないんだし、あんたも親友をなくさなくてよかったじゃない。おまけにお前みたいな昭和の女と結婚しなくて済むし万々歳だ。負け惜しみはやめなさいよ。こっちはどっちにしても美形の子供ができて大勝利なんだから。それはどうかな。何よ。あいつ整形だぞ。はい。前の同窓会の時に別人みたいになっててさ、それで話から盛り上がったんだよ。悔しいからって変な嘘つかないでよ。ちっとも笑えないんだけど。確かに笑えないだろうな、現実だし。もういいって、そういうのうざいから。俊二は高校の時から自分の顔がコンプレックスで、いつも小豆洗いみたいな顔が嫌いだって言ってたんだよ。何それ。水木しげる、あずき洗い、でググれ。え？は？嘘だよね。20代になっても彼女ができなくて、魔法使いになることを恐れて整形に踏み切ったらしいぞ。どうせ全部あんたのでっち上げでしょ。だってこの家にある彼の写真は全部イケメンだもん。飾ってある写真はここ数年のもんばっかだろ。そうだけど彼は小さい頃からずっと美形だったに違いないわ。どっかに卒アルとかねえの？うるさい。そんなものない。見てない。違う、ありえない。ああ、その反応はもう見つけたんだな。信じない、信じない、こんなの絶対信じない。でもそれが事実だ。いや、いい加減に現実を見ろよ。何なのこのクソブサイク。私は美しい遺伝子が欲しいの。妖怪はお呼びじゃないの。望んでできた子だろ。美形じゃなきゃ無意味よ。最低なやつだな。そりゃ私を騙した彼の方でしょ。整形のことを言わなかった瞬時も悪いけど、お前の方が何倍も嫌なやつだわ。私は被害者なんだからもっと同情してよ。一番の被害者は俺だと思うけどな。じゃあ被害者同士よりを戻して結婚すればいいんだわ。はあ？何もかも元通りってことにすれば万事解決じゃん。誰がそんな生き地獄みたいなことするか。なんでよ、別れるまではうまくいってたじゃない。それは俺がお前の本性を知らなかったからだよ。何よ、イケメン好きの私があんたで妥協してやるって言ってんのに。丁重にお断りする。じゃあ私の美形子作り計画はどうなるの。知ったこっちゃない。ってことで内容証明の通り諸々を請求させてもらう。傷ついた私からお金をむしり取ろうっての。当たり前だろ。結納金100万円の返金と慰謝料100万、よろしく。無理、お金ない。慰謝料はともかく結納金は返すだけだろ。ハイブランドのベビー用品に全部使った。マジかよ。でももうお腹の子もいらないし
全部ゴミになったわ。最悪、救いようがないクズだな。何もかも彼のせいよ。今仕事行ってるけど、帰ってきたらお金むしり取ってやる。無理じゃね。俺あいつにも100万の慰謝料請求するし。平気よ、あの人お金持ってるらしいから。本当に？同窓会では政権に金使いすぎて貯金53円って言ってたけど。はぁ、私には1000万円は財産があるって言ってたわよ。ああ、なんかご両親が年だから近いうちに生前贈与されるとか言ってたな。ほら、やっぱりあるんじゃない。でもご両親は息子にはもう一切相続させないってさ。は？俺が弁護士経由で連絡取って事情を説明したら、人様の婚約者を奪うような非常識な息子とは絶縁だって言ってたぞ。あんた何余計なこと言ってんのよ。ちなみに今その家に俊二のご両親はいるか？いないけど。何？じゃあもう少しでお前の両親を連れ立って帰ってくるかもな。はあ？俺が両家の話し合いの場をセッティングしといたから。3日間で手際良すぎない？俊太の協力だよ。あいつ顔が広いから即動いてくれる弁護士と探偵を紹介してくれて、手はずを整えてくれたんだ。何そのできるイケメン、そっちに行っとけばよかった。俊太はいい女にしか引っかからないから、お前には絶対無理。なんですって？ま、俊二の方はお前と別れる気はないらしいし、そのまま結婚すれば。は？なんでそんなこと知ってんの？俺が慰謝料を請求するって連絡したら、金が欲しいならくれてやる、全てを清算してまっさらな二人で出直すんだ。俺たちの人生のキャンバスが色鮮やかに彩られていくように、どうか応援してくれって、うざいポエムみたいな返信が来たから。きっしょ、早く逃げないと。あら、急がないと俊二とお前のご両親が帰ってくるぞ。分かってるって。やだ、ちょっと誰か家に入ってきたんですけど。おお、まるで測ったようにナイスタイミングだな。あんたまさか。ご両親たちはずっと前から待機してたんだけど、俺がお前とケリをつけるために待ってもらってたんだ。この野郎。じゃあ本日をもって正式に婚約は破棄、さようなら。ちょっと待ってよ、こんなやり方卑怯だわ。あ、締めっぽいことはなしでサクッと別れようぜ。じゃあな。それ3日前に私が言ったセリフ、とんだブーメランってか。こんちくしょう。両家親族の話し合いの結果、マナミと俊二は結婚することに。結納金と慰謝料についてはそれぞれの両親が立て替えた上できっちり本人たちに返済させるとのことでした。子供は生まれて間もなくマナミの両親の養子に。最初はガッツ石松にそっくりだったそうですが、なんと今では激川の赤ちゃんになっているんだとか。そんな我が子を見たマナミは、自分で育てると騒ぎましたが、すでに養子になっているためにそれは叶わず、愛しい我が子を育てることができず辛い日々を送っているそうです。俊二はマナミの分まで慰謝料を支払うためにいくつも仕事を掛け持ちしてかなりハードな生活を送っているそうですが、幸せのようです。まあ俺としても昭和の女との結婚を阻止してくれた彼には大いに幸せになってくださいと思ってます。俺の方は慰謝料で俊太とパーッと遊びました。しばらくはこのまま独身を謳歌したいと思います。